ハロー YouTube。 久しぶりにこの掛け声やったな。どうも、直樹です。男性諸君、今流行ってるね、この髪型。またさらに片寄せ涼太君だっけ、片寄せ君のこのスタイル、こうなんか片寄せ君のスタイルが流行ってるっていうか、このなんていうの、チリチリ感じ、チリチリな感じ、コテでストレートアイロンでこのくね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 するスタイル流行ってますね。まあ、あのアイロンでするっていうこと自体は全然間違ってはないんだけど、このスタイルのまずベーシックなカットのことなんですけど、片瀬くんこれまあもう本当に見て分かる通り、上からすごい長さがあって、もう横刈り上げて後ろも刈り上げてますね。2セクションです。2セクションでやっぱりこう上にかぶさってくるようなスタイルでやってますね。もう短いでしょ、後ろが。横も絶対短いから、これ短くなくてこんなに長い毛がこう上から出てくることってまずありえない。で、まあ前髪にかかるような、前髪かかっても目の下ぐらいには来てるかな、基本的には。でアイロンでちょっと短くなってるっていう感じなんだけど、これアイロンするときみんな、あのまあもちろんやってるんだと思うけど、まあ、リバースフォワードっていうか、左右をこう逆にするともちろんチリチリっていうか、こうね、ランダムにやると思うんだけど、結構みんな根元の方からグリ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 とかってやっちゃうと、こうなんかニュ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 、でもなんかもうなんかどうしたの、その縮れ毛みたいな感じになっちゃって変になっちゃうから、基本的にはもう本当に2段階とか3段階くらいに分けて、で毛先ストレートアイロンのまあ本当に100度ぐらいでいいと思うんだよね。100度もいかなくてもいいと思う。本当にちょっと熱してるぐらいな感じで、もうスーッと下ろしてあげるような感じで、ちょっとこう軽く、本当にあの女性とかコテでも巻いてると分かると思うんだけど、あの男性で初めてやる人とか、あのアイロンまだ使い慣れてないっていう人は、あのね、アイロンって最初からグッと形付けちゃうとワックスつけた時にもうグンって曲がっちゃうから、基本的にこのぐらいの動きを出したい時でもそうなんだけど、本当に毛先をちょっとやってあげるだけでいいの。でそれを何層にも分けてやってるから動きが出るだけだって、ワンセクションワンセクションいっぱい巻きすぎちゃうと、いっぱい巻きすぎてるとどん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 重なって、もう頭がボンバーヘッドになっちゃうから変になっちゃう。だからもう本当にワンセクションちょっとずつ、もう本当に毛先サラサラサラちょっとやってるかな、本当にもう通すだけ、通してる時にストレートアイロンの曲がりでちょっともう動きがもう J カールだよね、もう J シュッてこう変わる。なんかみんなこうグッて曲げちゃったりとかするのいっぱい作っちゃうから変になっちゃう。だからもうちょっとずつちょっとずつやって、それを最後にワックスとかでつけてあげると動きが出やすい。で、まあ、やっぱりこう跳ねたりとか、この辺短い毛があるから全体的に上からレイヤーをしてあげる。これ正直カットだけで言ったらすごい簡単、むちゃくちゃ簡単、すぐ終わる。でこの場合もやっぱりちょっとカラーは必須だよね。でカラー必須なんだけど、明るい色をするときに大事なのが、あの、まあ、全体的にこう明るくしてるイメージもあるし、まあ、写真の場合もあるんだけど、上が明るくて下が暗いでしょ。でこの時に黒、中が黒で上がバッと明るい人で長短をつけてあげてもいいんだけど、僕もそうなんだけど、僕もこれ今上が明るいんだよね、で横は暗いんだけど、これ別に黒なわけじゃなくて、僕の場合はもうそうなんだけど、全体的に上まず明るくする、まあブリッジできない人もいいんだけど、明るくしてここの刈り上げ部分と上の部分で明るさを変えてあげるの。同じ、例えばアッシュでもいいんだけど、アッシュの例えば上は10とか12レベルとかで明るくしてあげて、こっちを例えば6とか8とかで暗くしてあげると、色味の中、同じ色味の中で明るさが変わってくるから陰影がつきやすいので、綺麗に全体的に見えやすい。黒と茶色とかじゃなくて、黒とピンクとかじゃなくて、同じピンク系でも茶色系でも同じ色味の中で、あの明るさだけを変えてあげるようにオーダーしてあげるといいと思います。そうすると全体的にナチュラルに染まりながらも陰影がつきやすいから、バランスが取りやすい。もちろんあの伸びてきちゃうとやっぱあのね、差は出てきちゃうんだけど、伸びてきてる部分はね、
最初こっち綺麗に決めた時は上だけ明るくするとか、全体的に 一色で例えば12とか明るいように全部染めてあげるというよりも、明るさの中でちょっとこう、明るさじゃないや、色味の中で明るさを変えてあげると全体的にバランスが良くなると思います。で、陰影もつきやすかったりするので、ぜひオーダーする時はもう普通に、あ、じゃあ全部染めてくださいっていうよりかは、もうこれ多分料金どこも変わんないと思うんだよね。多分一色で染める、一色っていうかそのブリーチとかしない場合は、だから、まあ、陰影をつけてください。でブリーチしなくても例えば上12レベルぐらいまで明るくして、下の方は同じベージュ系で例えば6とか7とかにしてください。でここ例えば7だったら大体3レベルから4レベルの差をつけないとやっぱりあんまり変わってこないから、まあ、7だったら、まあ、10、12とかまで差をつけてあげると同じ色味の中で差がつくからバランスが良くなると思います。その辺注意してオーダーしてみるとカラーもいいと思うので、ぜひやってみてください。バイバイ。